わ、はい、これ結構珍しいね。これわざわざ探しに来る人もいるぐらい。ポケモンゲットだぜ。なんとここでハイサイマルの登場ということで、ね、はい、あのリスナーさんが釣った魚をちょっと納めます。お疲れです。お疲れです。お疲れです。すいません、お忙しいところ。図鑑作ってるんですよ。生物図鑑。ああ、ポケモン、今ポケモンやってる。わかるあれ、キャラクター。カスミ？あ、やっぱり、やっぱりそうだ、バレたか。カスミ。やっぱり寄せすぎた、ちょっと。寄せすぎ。寄せすぎた。持ってないだろ。ああ。スーはちょっと思い出してる な男たちがこうやってやらしい目で見てくるんですよ。コンビニでも。あ、確かにな、スーはピーロの性的な目で見てるな。女性の気持ちが初めて分かりました。カツラと地毛が前髪馴染んでるのか。確かに。やば、じゃあちょっとこれすいません、あの皆様のやつちょっと見てもいいですか。あ、カメラに撮ってもいいですか。ありがとうございます。やばい、激安大量ポイント東さんですね。うそ、もう電話来る前に逃がしてたって。あ、逃がしてるのもいたんだ。そう、先手打ってピーローさんに何でもいいから集めてくださいって言ったんですよ。待って、でかいのいっぱいいるんだけど。何ですか。おぉ、ムルー。ムルームルーですね。すごい。ムルコシ、じゃあ早速収めていいですか。ピーローさん、これ取ってもらっていいですか。これ、これピーローさん、これ取るのむずいっすよ。うん、こちらがムルーですね。ムルーはもう逃がして、ありがとうございます。これムルー釣った方はどなたですか。どうですか、引きやっぱ強かったんじゃないですか。そうですね、大きかったです。大きかった、あー、クルーとかに比べて。そしてこれはビタロウ。ビタロウ、ビタロウ、こちらどんどんいくんですよ。これビタロウですね。ビタロウはこのラインが特徴的ですね。写真撮りやすそうなグルクンです。沖縄の県魚グルクンですね。これはもう食べても美味しい、餌にしても美味しいですからね。船長に取ってもらうっていう。待って、ヤバいのがいる。ヤバいのがいる。残りに、ま、伝説ポケモン一匹。伝説ポケモン、伝説ポケモン、おー、すげえ。ガラサー、すーごっ、ガラサーがいる。よいしょ、よっしゃ。こガラサーっつった方はどなたですか。あ、右にいる方ですね。あ、ツーバー、ガラサー、あ、俺俺、すーごっ、こっちにいた。待って、こっちね。結構前、あ、ここですごっ、ここで釣れる。だって泳いでた、すごいね。ガラサーやばい、どうした。伝説ポケモンまた来た。あ、待って、やばくない、これ。これ激レアっす。やばくないこれ。高級魚ですよ、これ。おっしゃ、釣った方はどの方ですか。あら、お兄さんが、すごい、素晴らしい。すいません、ありがとうございます。これなんか泳がせですか。泳がせで、グルクン餌にして、グルクン餌にして、もすごい。泳がせもできる、ハイサムルって、これすごいだろ、これ。いた、もう一種類いた。なんでこのカスにドネックス来てるの。俺も支給されたらユネックスだった。クマノミの仲間、クマノミ系、クマノミ、これはスクレじゃないよ、この普通のクマノミだ。普通のクマノミ、うわー、すごい。てかピーロさんすごいんだけど、チェキセンス。チェキセンスがうまいんだけど、一回も失敗してない。失敗するんですか。これめっちゃ失敗する。ハイサイマルだって最初チェキのサービスやってたから。あ、それでか、スロットル。あっちのニャースも取った。え、ニャースもいる。ニャースもいる。あ、ニャース、ニャース取りたい、ニャース取りたい。いやー、ここで1,2,3,6種類ゲット。6種類、あざーす。俺なんかも1日かけて6種類だったんすよ。おい、頑張って。あの、虫合わせて6種類。虫と魚合わせて6種類ですからね。10種類ぐらいゲットかもしれないですね。コバンザメ、ダツ、カワハギ2種類。え、そんないだな。マジっすか。でもみんなもうリリースしてしまうので、よかった、少しでも協力できて。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんのおかげですね。本当に皆さんありがとうございました。ありがとうございます。助かりました。よっしゃ、あと130種類ぐらい。もう来ないでくださいね。明日は出ます。明日は出ないっすね。あ、いいや、あ、いいや、惜しいな。こいつ、モーモーみたいな、こいつ、やべ、名前が分かんねえ。そう、とっても俺なんか名前が分からんかったらカウントされないっていう。とっとくいちゃう。でもとっとくか、これね、あの、じゃあこいつはどうした。買い取ったアクサ。おい、見て、俺が取ったら絶対こうだよ。なんでよ、じゃあマジで。これだろ、これ、これだろ、これマジやばい。ピーローさんすごい、マジ。ピーローさんすごいな。コツとかあるんすか。いや、コツはないですよ、普通に打つ人だけっすよ。なんか丸あるじゃないですか、この中に。はい、丸に生物合わせてるっすか。
あ、いや、そういうことはないです。あれ、うん、感覚かもしれない。感覚っすね。じゃあ何のための丸、あれあれカーソルじゃないの。あ、俺たちもカーソルみたいなのがあって、それに合わせてやったらずれるんですよ。貝がボツになった。ボツ一緒にボツった。じゃあはい、つばさんが今からもう一周追加できるかもってことで。あ、ね、出た。あの座ってるやつもいいか。ほんま何でも。どの距離で混ざったら OK？ なんか猫って分かれば。猫って警戒されてる。やべ、取った。これで指じゃなかったらいいんだろう。うん、どうやったらこれが指になるか。こうちゃん、え、わかんない。丸に合わせればいいんじゃないのこれ。そう、丸に合わせたわけさ、うん、したらなんか、だから今も貝あったさ、貝もボツった、うん、は貝取ってたのに、手首取ってた俺。向こうちゃんと真ん中来てる、すごっ。なんで逆にすごい。追加だ、追加ラッキー。うんと猫ゲットした。マジか。はい、あすごっ。これ何猫？野良猫でいい？野良猫だと思う。ポケモン図鑑じゃないよね、絵日記だよね。俺なんかの最初のページ見てほしい。あ、そうかそうか。俺の伝説の アメンボ。これアメンボ。これアメンボやばいだろ。よく動き、たまに網を切る。切らんだろ。網を切る。サザナロクさん切られよった。網切らんよ。だってさ、151種だよな。はい、でも今12、3ぐらい。そうだよ。だってこれフィルム10枚1000円だよ。はい、1万5000円フィルムでかかる。チェキも買ってる。サンサロクさんがこのためにトータル2万ぐらい。だから一生こんななんかヨネックス破りかけみたいな感じなのか。うん、そうそうそう。ヨネックスこれ5件だった。あ、サトシさん。あー、正解です。これはサトシの棒。あれ、サトシ棒後ろか。サトシ棒が、サトシ棒があれ、サトシ空調服着るようになったんだ。これ自分で作ったわけよ。これ200円の帽子を塗って。あ、赤、これ塗ったやつか。塗った。このマークなんこれ。もこれ初代のサトシ。こんな話調べたんですよ。調べたらこれだった。でもあっちでチェキ取るとき見せたけど、一回も戦うときみたいな後ろにしなかったね。まだ戦うときハムが出たらやろうから。本気のとき。本気のとき。じゃあ行きますか。我々も行きますか。すいません、あざした。疲れてる中。じゃあ、おはようございます。ありがとう。強すぎるだろ、紅茶の一杯。いやちょっとね、はい、さっきね、いろいろ取れたじゃないですか。書きましたよ。野良猫、ツーバーになついてるって。これ港に死刑開始だよ。あ、そうだな。野良猫港にいる野良猫ですね。はい、で、ハイサイマルで取れたね、あのムールですね。美味しいだけじゃなく、引きも強いってことでね。まあ、カヤックや船釣りでも人気の魚で、ビタロー。これね、ビタローすごいのが、この横の線がね、あって、これもまあ、あのハイサイマルで釣れるんですけど、まあ、この猛虎斑みたいなのと、あと横に線があってね、その綺麗な魚ですね。そして、あ、すごいね、このハイサイマルで取れるフル君。これ食べても美味しいし、なんと生き餌にしてもね、大物が釣れるということで、もうかなり人気な魚です。県魚じゃん、しかも。そう、県魚なんですよ、これで。来ました、ガラサーミーバイ。はい、これも、ツーバーが釣ったね、港のやつですね。で、熊の実、とっても可愛いしね、水族館でもとても人気で、まあ、アイドルみたいな存在ですね。尊いよね。うん、尊い尊い。できました、赤字。はい、お、出た。これもハイサイマルね。沖縄三大高級魚の、一つで、赤いお金、まあ、お金というのはジンですね。だから赤ジンという、まあ、その名の通り、まあ、美味しくてね、で引きも強くて釣り人にも人気っていう、もう超レア、もう伝説ですね、もうこれは。これを釣ったらもうヒーローです、沖縄では。はい、間違いない。素晴らしかった。我々いろいろ撮ってるけど写真、はい、まだ14なんですよ。 14で、なんと強力助っ人を呼んでおります。おお、助っ人ここで。知識も豊富、撮るのもすごい。おお、まあ、とってもすごい助っ人呼んでるんでね。じゃあ今から会いに行きましょう。はいはいはい。14種類の生き物を我々は無事図鑑に収めることができて、はい、で今ね、海から山に来てますね。はい、この山ちょっとね、かなり危険。どんな生物がいるかちょっとわからないんでね。はい、ちょっと困ってたら、なんとすごい人がいたんですよ。山に
急に入って危ないぞということで、はい、あの教えてくれた人がいるんですけど、ちょっと呼んでいいですか。どうぞ。こんばんは。おはよう。我々ポケモン界のヨシキード博士ですね。ヨシキード博士。ヨシキード博士。全く知らないですけど、ポケモン。ヨシキード博士は、この図鑑を埋めるためには必要不可欠の人物と言われてますね。チートじゃないですか、これは。もうチートなんですよ。もう生物を結構知ってますからね。本当に。かなり詳しく知ってるんで。いや、でも一言言っとくけど、草とかわかんない。そんなに。いや、大丈夫です。クワガタが基本止まる木とかしかわかんない。あとなんかしょうもないよくわかんない雑虫と言われるようななんかちっちゃい虫とかわからんかった。ヨシキド博士、僕からしたらもうマニアックなんで、かなりマニアなんでね、ちょっとめっちゃ助かりますね。一応大丈夫なんですよ、ここ一応僕の持ち山なんで。はい、こっちはね、あのヨシキド山脈と言われてる、あの秘境なんですよ。普通の人が立ち入れない山ですよね、これは。吉田さんの山なんでね。そうですね。ちょっとよろしくお願いします。お願いします。力になれば。あ、ぜひもお願いします。30種類ぐらい目標に行きましょう。あら、やば。俺たち今日ほぼ1日かけて14種類っすよ。30はでかい。30から40ぐらい。あ、やば。いけるように、じゃあちょっと行きましょう。吉木戸博士、よろしくお願いします。お願いします。もう全員な、はい、ここで見れるのは天然記念物。超レアっすよ、これ。伝説ポケモンっす、全部。これ天然記念物以外も全然拾ってカウントしてくださいね。わかった。はい。天然記念物はもう10種類に相当するって言っても過言ではないでしょ、もうこれ。本当に。はい、ここからね、俺たちのヨシキド博士による、生物を探そうのコーナーですね。山ツアー。ヨシキド博士がこの白衣を脱いだら本気戻すから。この山、吉田さんから離れたら遭難するまんまなんですけど、拾いですか。東京ゲームだよ、グランドが。はい。3個ぐらい。沖縄殺しだ、一番分からんやつ。沖縄勢が一番。沖縄県民かハテナってなるやつか、東京ドーム何個分。遭難してもいいのに GPS です。 GPS の吉田さんから離れた瞬間が終わるという俺ら GPS ゼロなる。 GPS 持ってない。当たり前のように電波がないんですよ、ここ、ここ今してもいるのに。あ、吉田さん見て、木登りトカゲっすか。これほら、この木、赤ちゃん、赤ちゃん。お、これ待って待って、寝てるよ。寝てる状態ですね。ほら、さっき言ったさ。寝てる。え、寝るのこの子。沖縄の森とかね。やばい。こいつ光飛びすぎて。しかもめっちゃ赤ちゃん、かわいい。せーの。これ待って、めっちゃカメラに映したいんだけど。結構見てる人います。あっちこっち。起きた。赤ちゃん。エケテアン。よっしゃ、一周目。どんどん行きましょう、これ。吉田の山でまず一周目。今日ちなみに、はい、何を狙ってるかというと、はい、ヤンバルテナガコガネをちょっと見れたらいいな。ヤンバルテナガコガネ、沖縄最強の昆虫だと思う。見てみたい、それ。天然記念物ですよね。有名ですよね。行きましょう。じゃあ行きましょう。一周目。やばい、滑ったら死ぬの。これ険しい。やばい、険しい。吉田さん、ちなみにここはハブもいるんですか。ハブも。え、皆さん絶賛ハブも出るそうです。終わった。あの足元全然ジャラスボーンですね、本当に。シンハブ、シゲハブ、なかなか。足元だけじゃないですかね、ハブは。3つですね、完全に。これゴキブリなんだけど、早速ゴキブリが。俺があんまりわかんないんだよね。うん、あ、じゃあ次行きますか。次行く。つまんないっすね。よしぞ、僕を勝つんだね、だんだん。お、来ました。なんかいた。鼻先ガエル。何ですか。鼻先ガエル。鼻先ガエル。鼻が尖ってるから鼻先。うん、かわいい。鼻先ガエル。ちなみに探してるのはこれじゃないんですか。あ、すご。吉田さん、しかも隣こっちカタツムリ。ヤンバルマイマイ。ヤンバルマイマイ。何すか、ヤンバ。もっとでかい、500円玉ぐらいにいます。マジっすか。うん、おっしゃ、ヤンバルマイマイ収めた。これね、あの一枚ずつ図鑑に貼るの大変なんで、ここに書いておきましょうね。うん、吉田さんとバイバイしたら俺たちも思い出せないから。ああ待って、吉田さん、なんかいる。いるこれでかい、なんか。これはね、お化けコオロギじゃない。エンマコオロギかな。
エンマコオロギ。今じゃないかもしれないけど。エンマコオロギって書いてあるじゃない。強え俺たちここ。吉田の山強え。吉田山強え。こんなにいいんだったらいくらでも稼げちゃうよ多分。はあ？でもこんなんでまずはこんなんでいいですよ。さすがに、さすがに吉田さん。あ、吉田さん始まった。吉田さん切れるぞって。マダラコオロギ。マダラコオロギ。マダラコオロギ来た。ちょっとマダラコ。今羽が生えてないけどね。もっと特徴的なのは後でいると思うけど。これマダラコオロギちょっと取らしてください。マダラコオロギ？マダラコオロギねこれ。ちなみにコオロギでついてるけどコオロギの仲間じゃない。え、そうなの？そう。イエーイ、4種、うん、1箇所で早くね、ひどい奇跡。こういうしょうもないのでもいいんだったら本当にカウントはできる。しょうもないので一回稼ぎたいっすね。吉田さん、今 あれ、俺本気出して呼吸しかしてないんだけどみたいな顔してる。いやいや、そんなことないですよ。いますよ、まだこの先にいろいろ。あ、いた。なんすかなんすか。はい、いた。カメラカメラ。映してます、映してます。そんな虫どうでもいいから、これ。映してる。見えてる？ダメ、ダメ。見えてる？どこっすか？あれ、これ、これ。沖縄南サワガニ。カニ？うん、沖縄南サワガニ。中入ってった。うん、ここの穴にいっぱいいるわけよ。沖縄南サワガニ。うん、一応絶滅危惧種ですね。マジっすか？うん。中に入ってった。今カメラ映せんかったけど。一応この先にいると思うけどね。じゃあいたらまた。うん。すごいね。うん、いろんなのがいる。マニアックすぎてわからんねえ。こんなにちっちゃい虫あんまりわからんねえ。あのちっちゃい虫わからんとか言うけどめっちゃわかるやんって感じで分かったから。ねえ。え、なに？ダム？大走り雲にシリケイモリ。うん、ほんとだ。これもそう。イモリだ。大走り雲。すごい。これが。すごい。大走り雲。そして横にシリケイモリ。まあこっちでもいるけどね。ほんとだ、すげえ。イモリ。かわいい。冬になるとね、いっぱい降りてくんだよね。夏の間に見つけるのは結構意外と難しくて。ん？待てよ。あざっす。イモリ久しぶりに見た。すげえ感動。イモリちゃんのここがお腹があるんですよ。これ赤いんですよ。ね、この下に。あ、落ち着いた。ここが真っ赤か。ここが赤いですよ。シリケンイモリは。で、こういうふうにあの横に個体によってあるんですよね。金箔みたいなのがついてるっていう。いや、すごい。ありがとうございます。あばよ。よし、一応ね、ログがあるからよく触ったのでケアです。はい、目こすってるんですよ。これなんすか吉田さん、このめっちゃちっちゃいカエル。これダブルでいるやつや。琉球カジカの幼体とかまだ上陸したてだね。琉球カジカ。うん、琉球カジカガエルだね。琉球カジカガエルってのがいる。この先にもっといっぱいでっかいのは。あ、でっかい。あ、マジっすか。腐るほどいる。お、エビがいっぱいいる。どこに。この間ハウスの声にもかかるけど、時の線の前いっぱいいるの。これ、映るかな。エビ早い。エビ早かった。ちっちゃくて。うわぁ、お、歯車だ。こっちこっちこっち、サザルさん。歯車山マ…歯車山マギ。頑張ってサザルさん。頑張って。頑張って待って。取れた？しまっちゃう。こっちに置いてたら多分集まるんじゃない？この光に。確かに。こんちゃう？野沢さん、六さんの下にいる。どこ？足の下。あー、右行った。オッケー。なんか歯車じゃないこれ。あ、歯車だ。ここで見える。これチンピンが結構珍しいか。あ、あ、落ちた山眉。歯車ま、山眉。うん、目みたいなのが見えたでしょ、赤い。うわっ、はい、これ結構珍しいね。これわざわざ探しに来る人もいるぐらい。歯車山眉。そう、もう久しぶりに見た。歯車山眉はあのなんかガなんだけど、この秋にしかもなんかこの外れ年があってあんまりいない時もあって、今2年ぶりに見たかもしれない。すごく綺麗だね。カンピン茶みたい。やばいやばい。ヨシキド博士の大根。どれですかどれですか。うわ、でかっ。日本最小のカエル。ちっちゃ。日本最小なんですか。でかでかっ。かわいい。日本で一番綺麗なカエル。
これこれこれ超綺麗、やば。